皆さんこんにちは、キスケです。本日6月11日、ドラゴンボールスーパースーパーヒーローを見に行ってまいりました。はい、まあ新作映画なんでね、個人的にもドラゴンボールものすごく好きなんで、早めに行こうとは思っとったんやけど、まあ上映日に、行くことができてすごく満足だったんですが、皆さんどうですか？もう見ましたか？まあまた上映初日なんで見てない方がほとんどだとは思うんですけど、今回の動画はネタバレなしで、ちょっと感想を喋っていこうかなと思います。で、今回のこのスーパーヒーローの感想動画を前編後編に分けて、投稿しようと思ってるんですけど、前編はネタバレ完全なしで、感想を喋ります。で、後半の、動画ではネタバレありで、ちょっと感想を喋っていこうかなと思うので、まあタイトルにもね、ネタバレなしありって書いとくんで、まあその辺ちょっと間違えないように、まだ見てない方はね、ぜひともお願いします。で、今回のネタバレなしの前編の方の動画でも、まだ劇場に見に行ってないっていう人はコメント欄は基本的に見ない方がいいと思います。うん、善人ばっかりじゃないと思うんで普通にネタバレ打ち込むバカとかもいると思うんで、まあそういうコメントはね、僕が目ついたら消しとくことは可能なんですけど、やっぱり漏らすこともあるんで、まだ劇場見に行ってないっていう人はコメント欄は極力見ない方がいいと思います。先に言っておきます。はい、ということで今回は完全ネタバレなしで、感想を喋っていくんですけど、もう結果から言います。この映画めちゃくちゃ面白かったです。めちゃくちゃ面白かった。ご飯とピッコロめちゃくちゃ良かっためちゃくちゃ良かったです。で、その前に、このスーパーヒーローっていう映画は CG 映画なんですよ。ドラゴンボールでは初ですよね、確か。まあ今までもちょこちょこバトルシーン CG 使ってたっていうところはあると思うんですけど、まあ、全編 CG っていうのは本当に初めての、ことだと思ってるんですよね。初めてのことっていうか初めてなんですよ。で、この情報が出たのってめちゃくちゃ最初の方に出とったでしょ。全編 CG、フル CG、ドラゴンボール、スーパーヒーローっていうその広告みたいなのが出て、個人的にはドラゴンボールを CG でやんのかと、思ってました。最初はね。マジかと。CG 映画僕そんなに好きじゃないんですよ、個人的に。で、ドラゴンボール大好きなんですよ。だからあまり好きじゃないものとその大好きなものが混ぜ合わって、なんか微妙なものに完成したら俺 どうしたらいいんだと、思ってたんですけど、結論から言うとそこまで違和感はなかったですね。うん。で、特にバトルシーンに関してはめちゃくちゃ迫力がありました。うん、 CG だからこそなのかなっていうところもあるんやけど、めちゃくちゃ迫力があったんで、まあ、CG だからちょっと見に行くのどうしようかなって悩んでる人は見に行っていいと思います。うん、特に違和感なく、あまり違和感なく見れましたね。ただあまり違和感ないっていう言い方したっていうのはやっぱりちょっと違和感あるところもあって、例えばそのバトルシーン、動き回るシーンは迫力満点なんですよ。めちゃくちゃいい、すごい楽しいバトルアクションを見せてくれるんですけど、やっぱりどうしても立ち止まってあまり動きがなくその会話するっていうシーンって絶対あるじゃないですか。まあそういうシーンを見ると、なんかちょっとだけ違和感あるなっていうのはありましたね、正直ただちょっとっすよ。うん、全然違和感なかったです、ぶっちゃけた話。ほとんど違和感なく見れたんで、まあ CG だからちょっと見に行くの遠慮してるっていう人はもったいないなと思うので、見に行ってみてください。はい。で、この映画、まあ鳥山明先生のコメントっていうのがね、ここに出てるんですよ。で、今回ネタバレなしの動画って言ったんですけど、一応ホームページに載っていることは喋っていこうかなと思うので、それも嫌だっていう人はちょっと言うの遅くなったけど、ブラウザバック、お願いします。で、この鳥山明先生のコメントでどこかにそのご飯とピッコロの物語ですみたいなこと書いとったと思うんですよね。
どっかに、はい、どっかに書いとったと思うんやけど、まさにその通り、ご飯とピッコロの物語でした。うん、悟空とベジータじゃなくて、今回の映画はもうご飯とピッコロが主役っていう、そういう映画だったんで、ご飯ピッコロ好きな人は何をしてるんですかと、まだ見てない人は早く見に行った方がいいと思います。で、逆に悟空ベジータの方が好きで、ご飯とピッコロ、まあ、特に思い入れがないんですよっていう人、好きになります、ご飯とピッコロがめちゃくちゃ良かったわ。うん、めちゃくちゃ良かったです。すごくいい映画だったと思います。もうなんか今ね、映画見に来た後で帰宅してすぐ撮影してるんやけど、興奮が冷めきらないうちに撮影しようと思って喋ってるんですけど、まあ、いつもよりテンションが高いと思うんですけどね。うん、それぐらい良かったです。で、気になるこの両サイドのガンマ1号とガンマ2号、このキャラクターも、今回の映画が初登場なんですけど、めちゃくちゃいいキャラでしたすごく魅力的な、キャラクターに描かれていましたね。そのドラゴンボールレジェンズの実況を見てくれてる人多いと思うんやけど、僕の動画を見てる人はね、その映画公開前にガンマ1号とガンマ2号のガチャが出たんですよ。動かせるみたいな、先行体験みたいな感じでね。で、その当時はスーパーヒーロー見てないから、一体どんなキャラクターなのかっていうのも全く分かってない状況だったんですよね。ただ、この映画を見てめちゃくちゃ好きになりましたね。めちゃくちゃ好きになった。すごくいいキャラクターだったと思います。はい。で、キャラクター欄ちょっと見ていこうかなと思うんですけど、こちら見てもらったら分かる通り、まあいろんなキャラクターいますよね。ゴテンであったりとか、トランクスであったり、クリリン、18号、ブルマで、まあ、悪の組織、ご飯、ピッコロ、パンちゃん、悟空、ベジータ、ガンマ1号、ガンマ2号みたいな、感じで、まあいろんなキャラクターは登場するんですけど、まあほとんどのキャラクターが活躍するっていう感じ。うん。ただご飯とピッコロだけじゃなくて、いろんなキャラクターがその役割があるというか、うん、その辺も見ててすごく良かったですね。で、特にまあ PV とかに出てるからちょっと今喋っちゃうんですけど、パンちゃんがね、めちゃくちゃ可愛かったパンちゃんがめちゃくちゃ可愛かったですね。すごかったよ何かに目覚めそうでしたね。うん、それぐらい、パンちゃんは可愛らしく描かれていて、まあ、ご飯ピッコロはかっこよく描かれていて、その他のキャラクターもね、まあ、今回の主役はピッコロとご飯だと思うので、その他の、まあ、脇役のキャラクターもすごいキャラが立ってて、めちゃくちゃ魅力的な描かれ方を一人一人されていたっていう映画だったんで、まあ、総評するとすごく良かった。うん、すごく良かったです。はい。ただネタバレなしで喋っていくってなると、これ以上喋れないんじゃないかなっていうこれ以上喋れないんじゃないかなって思うんですよね。うん、無理ですよね無理ですよね。まあ、PV とかにね、そのピッコロの新形態とかさ載ってたでしょ。ちょっとなんか色が薄くなったみたいな、そういう形態も、まあ、当然 PV に出てるんで出てくるんですけど、まあ、それもちょっと良かったし、パンちゃんも良かったね。いや、可愛かったなパンちゃんパンちゃんも可愛かったですね。はい。全員にこう役割があって、全員が魅力的に描かれた映画っていうのはなかなかないんじゃないかなっていう。その前作の、ドラゴンボールスーパーブロリーの映画では、その魅力的なキャラクターって結構決まってましたよね。悟空、ベジータ、ブロリー、この3人の物語みたいな。まあフリーザも結構魅力的に描かれとったとは思うんやけど、特にこの3人の、魅力が詰まった映画っていう感じだったんですけど、今回の映画はね、全員良かったね。全員良かったです。うん、それぐらいなんかうまく、見せ場を作ってこう一つの映画にまとめ上げたっていう感じだったんで、見終わった後の満足感っていうのがすごかったね。めちゃくちゃ良かったです。はい。
で、まあこれはネタバレじゃないと思うんですけど、あのいろんなシーンのオマージュみたいなのが出てくるんですよ。それも良かった。だからドラゴンボール Z とか Z 世代とか無印とかそういうのが好きな人も楽しめると思います。うん、なんか最近の悟空赤色になったり青色になったりよう分からんねんなっていう人も、まあ、ドラゴンボール Z は見とったんですよねみたいな、そういう人もあこれあのシーンじゃねみたいな、シーンがちょこちょこ出てくる。ちょこちょこじゃないが結構多いと思う。結構オマージュが多いと思うけど、よかったそれも、まあ、全部が全部気づけてないとは思うやけど、うわあのシーンに似てるとか、うわこれあのシーンじゃねみたいなシーンがよくあって、すごく盛り上がれた映画になったんじゃないかなと、思います。これが僕の感想ですね。ネタバレなしの、はい、っていう形になります。まあ、前半はこういうネタバレ完全なしで喋っていったんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、まだ見てない人はね、ぜひとも見に行ってみてください。で 3DCG、まあ、全編 CG が不安だっていう人も特に違和感なく見れたんで、僕どっちかというと CG 嫌いなタイプなんで、そういう僕も楽しめた映画ということで、ぜひとも見に行ってみてはいかがでしょうか。すごく満足感のある映画だったと思います。ということで、前編はこの程度でいこうかなと思います。後半はネタバレありで喋っていくので、まだ見てない方は後半は映画が見終わった後に、ご覧になってください。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。